はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでさきさんですね。はい、ファイヤー2つで、明日の発送になります。今順次 PV してるんですけど、まあ、ようやくちょっと後方が見えてきたような感じなイメージですまあ、もう一箇所ね、あるんですけど、配信する設備も全部整ったので、よいしょ、いつでも動けるんですけど、よいしょ、メーカーさん次第なんですよね。さきさんよくわかってるでしょ、ね、よく話した、ね、店頭でね。もう今年の前半あたりにもうやめますと言ったんですけど、よいしょ、ちょっと待ったとね、頭に言ってますなって、よいしょ、今に至ってますけど、まあ、まだちょっとね、言えないこともたくさんあるんですけどね、一応アメリカの方はね、上場企業。よいしょ。上場するのか。ね。静電気これ静電気すごいんですよ、このパック。はい、じゃあいきます。20パック入りで3は2枚ですね。でシリアルは2か3ぐらいなイメージですね。あ、もう3が来ました。よいしょ、ん、どこでしょう。はい、バーローさん、ルーキーですね。テキサスのピッチャー、丁寧ですね、ジョーバーロー。はい、あのアメフトのね、ベンガルズの QB もジョーバーローですけど、 RR ですから彼の場合はね。でマニング、メイナーズ、ワンダーですね、ラモス、メレンディス、スプリンガー赤、あ、そっか、ブルージェイさんだねあ、イチローさん、ヒューストンだったんですけどね。ヒューストンやっぱ強いっすね。いや、あ、アルトゥーベね、やっぱプレーオフこう始まるとワイルドカードで来たところね、まあかなりな、ここ数年ワイルドカードから上に行ったってやっぱなかなかね。お、ワンダ、アメフトも最近そうなんですよ。今年結構なんか戦力がアメフトはね、拮抗してる。まあイーグルスも、まあ今ずっと連勝、負けなしで連勝してますけど、まあ数字上もまあまあいいんですけど、まあなんとなくというところもあるし、対戦相手のあれもね、アメフトって前半後半かなり変わってくるので、前半楽ですねっていう予定が、後半きついですねっていうところもあるし、まあ、そういうのもあるんでね。99シリーズですね。いや、ほんと今年アメフトね、どこが来るか分かんない、面白いですね。アデル QB の成績も結構ぐちゃぐちゃしてきてるしね。まあビルズはやっぱジムケリー勝たせたいなっていう、リングをこうね、うん、
ジム・ケリーさんのリングはちょっとあれかもしれないですけど、やっぱ優勝するところを見せてあげたいなというね。フラハティ、これはパラレルないですもんね。フラハティ、ボービッシュ、ポランコ、ミヤンダ、ベリンジャーのオレンジ、オレンジ、明るき、ゲレロファイヤー、アブラムさん、ここにルーキー、あ、ルーキーじゃない、サイン、2枚目、はい、コントレさんですね。はい、ピッツバーグのピッチャーですね。あれ、昨日出たかな、今日初めてだな、昨日出たか。はい、パニーニ製品、ボビーウィット、もうちょいちょいいますけどね。あのハンズさんとか、あとね、コントレさんとか、まあピッチャーでルーキーでね、よく見るなみたいな。ちょっと前にあったあのローガン・ウェブ、あ、めっちゃ出てきますねって、エブリケースですねっていう、はい、でもなんか翌年こう活躍してね、うん、まあそういう事例はいっぱいありますからね。はい、とりあえず一箱ずつ片付けます。やっぱシリアル2のサインが2が、まあ一般的なボックスですかね。で、サインとかにシリアルがね、乗ると、うん、という感じですね。ちょっと、お二人ともピッチャーでしたね。うん。まあピッチャーも、まあ、うん、そこそこいると思うんですけど、結構バッターのが多く、多いイメージですけどね。ボックスこう PB しててね。まだちょっと大谷さんのインサートが絡むといいんですけど、やっぱ10人口ね、20人口のインサートあるかな。10人口か15とか言ってもまあ20、その中から箱で 2,3 枚とかの確率でもやっぱりこう重なるとね、2、3枚はポンポンと大谷さん来るんですけど、ちょっと1枚ぐらい出てほしいですね。あとは結構ベテランオートがごくごくたまにいるので、この辺を当てたいですね。でもなんかPB してる感じだと、2018年だったかな、あの辺になんか似てますね。やっぱ基本的には、ルーキーで。で、インサートでオンカードとかがね、増えましたね、当時と比べたら。当時もなんかグループブレイクか、なんか、ボックスのミックスブレイクみたいなのをやってた時に、言われましたの、覚えてたね。あ、そうだったなぁと思って。うん。リッキー・ヘンダーソンかーみたいな。あ、マグワイヤーかーみたいな。そういえば思い出しました。18だったかな。うん。よく言われたな。やっぱり新規の方は、あ、なんか今切れてたな。ちょっと待ってください。たまーにね、配線だと思うんですよね。たまーにこう触れちゃうと、線取っ替えた方がいいのかな。結構今何秒ぐらい止まってたかな。ちょっと気づいたら真っ暗のブランクになってたんで。配信中切れちゃったらあれだしな。外れないようにちょっとね、固めに止めたんですけどね。カメラと配線。接触なのかな、もう。はい。で、いきまーす。
スタントベースルーキーインサート一箱目と一緒にね。おお、ショットさんもかっけえな、うん、ね。写真の選びがいいですね。あ、不良だね。写真のチョイスが非常にいいですね。サイン来ました、はい、ゴンザレスですね。ゴンザレスさん、それとシリアルが入ってました。はい、ロミー・ゴンザレスで、オルティーズが299で、赤のダルビッシュも一緒に入ってました。これ同じパックってことですよね。うん、カメラ買おう。線なのかな。いや、まあカメラもこのためだけしか使ってないカメラで、まだ2年くらいしか経ってないですからね。まあでも頻度は使ってるか、毎日やってますもんね。いやでも落としたりするわけないけど、こんな早いね。いや線だろうな多分と思ってます。はい、おサインだ。サインでオレンジサイン打ってる、打ってる。あ、デジャブ、トーケルソン。はい、いやもうトーケルソンのサイン引いた方は応援するしかないですね。来年ちょっと彼のテンションをこう上げてもらう、うん、99ですね。はい、彼の方が1位でしたっけ。で2位にカースターって言うんでしたっけ。3位でしたっけね。いや2人ともねちょっと苦労してますからね。まあ実戦経験が詰めなかったワンダーね。でいきなりこうメジャーのところでこうね、はいキャンプですいやーやっぱレベル見ないと、大学レベルね、うん、やっぱりハイスクールレベル。鈴木さん、うちのここの親さんも草野球チーム4チームも持ってるんですよ。まあ中学生、高校、中学生レベルと、で高校野球みっちりやってた方と、まあジュニアとハイスクールとね、で大学レベルでもう社会人レベルっていう。シャーバーですね、うん、ボットだ、大谷さんじゃなかった。それとボービシー同じパックに入ってると。トーマス、ハンターグリーン、はい、2箱目も開け終わりました。まあ普通だったらね、はい、まあ、今年、去年もちょっとメジャーで苦労してましたので、うん、そろそろ頑張らないとなっていう感じでこう味方になってきてるところですよね、今ね。コレクター目線で。まあ徐々に良くなってはいるんですけど、なかなかこう、うん、5打数1安打の壁を抜けられない。まあ1日1本ヒット、2日に1遍ヒット。やっぱ1試合やったら2本打たないと、打率ってやっぱり3割に近づかないんで。ね、1-2でもいいんですよ。もう1-2ってやったらすごいですけどね、打率。2割それでもう3割。うん、出場試合数にもよると思いますけどね。
4の1、毎日4の1でやっていただいてもね、それで2割5分ぐらいですから。ねえ。はい。ってことで、シリアル。昨日も99だったかなって言ったの。東京でさ。いやーもう、ちょっと頑張ってもらいたいですね、彼には。ほんと。はい。ってことで、サインにシリアルにずつ、という感じでした。はい。じゃあこちらで明日の発送となります。またよろしくお願いします。ありがとうございました。